ちらでお待ちください。ごめんなさい、久しぶりで。いやいや、なんとか今のところ。今のところなんとか。これからですか？一緒でしょ？ここからが大事でしょ？元気みたいに。まだいけんのか、あまりよく書きすぎないの。あ、ほんと？発売者ですか？とんでもない。あれは汗かいたもんね。
始球式に向けて、アドバイスを受けたりとか、そういうことはあったんでしょうか？あの友人に、あの元ジャイアンツ の槙原さんがいらっしゃるので、なんかあるって言ったら、まあ、当てないことと、あとマウンドが普通の時よりも高いんで、低めに行くから少し高めに投げればって言ったら、投げる瞬間は全く忘れてました。そうですか。でもアドバイス同士の通りのいい投球だったんじゃないですかね。そうですね。槙原さんにお礼を言ってもらいたいと思います。試合前の練習中にはホークスで秋山監督とも話を交わされてましたが、どういう話をされたんでしょうか？もちろん僕が現役時代、アビスパ福岡に来て1999年に、大ホークス優勝してますんで、10年ぶりに帰ってきたのでぜひ優勝してほしいということであったり、本当に面識のある秋山さんとは知り合いでもあったんで、そういう意味ではご無沙汰してますという話をさせてもらいました。同じプロフェッショナルとしていい刺激をこう与え合えるというか、そういう感じになるといいですね。そうですね。時間もないかったんで、お話の内容というよりも僕は秋山監督の声を聞けただけで、非常に自分自身も監督として勇気をいただいたし、非常に貴重な時間を試合前の、そういう時間をいただいたなというふうに思って感謝して今年はギラマンツは去年から大躍進ということで、非常にいいシーズンを戦っているように思えるんですが、監督から見てどういうことで、ここまでの戦いぶりは？秋山さんもおっしゃってたんですけど、ここからだよ。お互い本当ここから非常に大事な試合が、あると思いますし、自分自身もそのギラマンツ北九州というのは一つでも上の成長できるチームを引き上げていきたいなという。本当これを機にもう一度しっかりしたプロフェッショナルとして の仕事をしていきたいなと思っています。いろいろとクリアしなきゃいけない問題もあると思いますが、昇格圏内というのをファンは望んでいると思います。そのあたりです。そうですね。クラブまたはそのサポーターが望むものに近づけるのがこの監督の私の仕事だと思っています。もう一度しっかりした確認をしながら、そういう大きな目標に向かって行きたいなと思います。ありがとうございました。代表以上ですが、ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ